今日はもうちょっとお手軽なアニメが出てると思う、はい、こういう用途ですね。夏にとても強くて、はい、暑ければ暑いほどよくこう育つの で出来上がった時に最初から美しい、うん、っていうのを目標にやっていて、はい、それをキープする、うん、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。グリーンギャラリーガーデンズのケスケです。そして土屋真澄です。よろしくお願いします。すごい、今日観葉植物フェアでも観葉植物でパサージが溢れています。そしてこっちもすごい、わお、すごい、なんですかこれは。これはあのハンギングバスケットですね。ハンギングバスケット、あ、はい、3、5、15のトレイで選んでるわけですよね、はい、そうですね。15ぐらいに並べるとこんな感じになるんですけれども、はい、今日はもうちょっとお手軽なハンギングバスケット、はい、うん、こういう用途ですね。なるほどなるほど、できるお手軽壁掛けハンギングバスケットのご紹介ということで、はい、そうです、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、今日はこういうカゴの容器、こう後ろ見るとこう半円の形になって、後ろはこうフラットになって、はいはいはい、でこういうツルでできてる。じゃこれあれじゃない、塔でしょ、塔塔ですね、塔でしょ。はい、あのなんかツルでしたんですよ。この間撮影の後ネットで調べて勉強しました。はい、意識が増えてよかったです。こういうハンギングバスケット作るときは、はい、この中に苗をちょっと入れてみて、ぎゅうぎゅうかなぐらいがちょうどいいですね。ぎゅうぎゅうかなぐらい、うん、はい、ちょうどぴったし入りますぐらいがちょうどいい量、うん、はい、そうすると最初から綺麗にたっぷりしてる感じにできます。なるほど。で今日もいつものように同系色ピンクのペンタスを真ん中に持ってきて、両側に日々草です。日々草、そして間にアルテルナンテラですね。これから夏場いろんな種類のものが出てきます、うん、例えばこういう赤っぽい葉っぱのアルテルナンテラもあるし、はい、これもアルテルナンテラですね。マーブルクイーンイエロー、同じやつなんですか。はい、こういうアルテルナンテラ、アルテルナンテラ、アルテルナンテラ、はいはい、3回言えた、はい、何回も言うと結構あの見てくださってる方が覚えていいですっていう話でした。あ、ですか、はい、よかったよかった。ありました、はい、アルテルナンテラにはいろんなのがあります。なのでそして夏にとても強くて、はい、暑ければ暑いほどよくこう育つので、なるほど、夏にはおすすめですね。これだけだとすごく分量多いですけども、ね、株分けして使うこともできます、はいはい、売り場でちょっとこういうふうに見ていただくと、うん、こうやってなって何本もこう茎が入ってるなって挿し木している状態だなっていうものは株分けできますので、はいはい、そういうものを使うと、そうやって見ると株分けができる、うん、できないが、あ、そうそう、分かるんですね。分かるんだ、へえ、はい、今日はこちらのアルテラなんですね。先生の動画見てるとその草花の買い物上手にもなるよね。そうなんでしょうか。なるよねっていうか、タメ語ですいません、失礼します。普段が出ちゃいました。はい、このアルテルナンテラもこうやって見てみるとたくさんこう茎がこの中に入っていて、あ、ここ株分けできるなっていうのがこう見えてきますよね。これをこう間に入れたいなと思ってます、うんうん、こうしてウィリアメリカツですね。知ってる、はい、こういうのはいつも言ってますけど、うん、色っぽい植物、色っぽい、はい、先端が細くなっていてつる状になっているもの、こう植えるとすごくこう雰囲気が出ますよね、はい、こういうのを入れます。はい、でできればこれも入れちゃいたいななんて思ってますよ。クランベリー、なんですかそれ、はい、クランベリー、クランベリーってよくジュースやる、あ、クランベリージュースのクランベリー、これは食べれないですけれども、あ、観賞用、はい、観賞用ですけど、うん、これをこうやって入れるとこの実がとっても可愛いです。このツルもとってとても可愛いですね。色っぽいですね。色っぽいですね。はい、これを入れられたらいいなっていう感じ、うん、はい。入れられたらいいなっていう感じ。だって、うん、ここに入れようと思って、うん、入らない場合もあるじゃないですか。あ、そうなんですか。多すぎちゃってとかね。中ちょっと見せてもらっていいですか。はい、こんな風になる。あ、狭い。それ入るんですか全部。入ると思うんですけど。入ると思う。まずやってみようですね。はい
この容器は最初からこうやってビニールが内のりについていて、うんうん、穴もちょっと開いてるんですね。ちょっとよく見えづらいですけど、うんうん、ここに穴も開いてるんですよ。だから私はこれが一番使いやすい容器かなと思ってます。よくアイアンのものもあって、はい、その中にヤシマットを引くものもありますけれども、これは最初からついてるので、はい、しかもここがこうなんか自然な感じっていうか夏らしい感じ。はい、と。と。なので、私は好きです。そして穴が開いていますので、はい、一番下に鉢底ネットはいらないです。小さい穴なので。あ、本当ですか。そのところに、うんうん、まず鉢底を。入れます。鉢底をこのくらい入れました。そうしてそこから土ですね。土は培養土です。培養土にマグアンプ K を入れます。はい、1ミリして、ね、よくかき混ぜます。そのバケツがおしゃれですね。はい、いくらかな8800円。いいバケツ使ってました。うちの専務に怒られちゃう。うちの専務があのイギリスからアンティーク家具をね、はい、直輸入しているので、よかったらお店で見に来てください。土はどのくらい入れるかっていうと、ペンタスとかの根鉢の大きさに合わせて入れるので、多分このくらいですね。このくらい入れると、ウォータースペースもう少し取る感じです。考慮しなくちゃいけないので、はい、ちなみにウォータースペースっていうのは、はい、お水をあげた時にね、土がお水をあげてふわーっと膨らみますので、それがこぼれないスペースを確保することを、はい、ウォータースペースって言います。そう、ね、私はね、ウォータースペースね、あんまりいっぱいは取ってないです。いつも5ミリから1センチぐらいです、うんうんうん、なので結構ギリギリまで土を入れて、うん、そうするとこうなんか溢れるように植えることができるんですよね。あ、そうなんだ。なんていうか首が下になっちゃう、こうなっちゃう、うんうん、植える。でそれをもうちょっと上げる、ほんの少しでも上げてこう植えることで、はい、こう溢れるような感じになるので、結構上目です。ちょっとしたその差で、そうですね、そういうのが変わってくるんですね。まっすぐにこう植えるよりはちょっと斜めに感じで植えた方が、最初からこう花がこう勢いよくこう育ってきたような雰囲気になるので、はい、好きです。その方が好きです。土入れました。そのくらい入れました。はい、それぐらい。そうしてまず、あ、今回はやっぱりペンタスが主役で、はい、これと日草が一緒に主役ですね。はいはい、この3つで中心を作る、なるほど、主役の場所を作って、はい、それからあと周りにいろいろな葉物を入れて、それが際立つように植えていく。太いですよ、うん、はい、出して足元の葉っぱを取って風通しを良くします。はい、そうして肩の土を少し落とします。そうすると上根が出やすいで、うん、上根が出やすいですね。で反対向きにすると少し回っているっていう状態ですね。この辺まで根がいっぱい来てます、うん、肉眼で見ると結構、うん、そうですね、うん、根っこがこんな感じです。うん、はいはいはい、はい、あ、分かった。裾を広げるような感じにしておいて、こうやって、うん、こうじゃなくてこっち側に花がたくさんこっち向くように、あ、そうですね、こうでもなくて、うんうんうん、ちょっと傾け気味、はい、前にこう太陽の光を求めて少しこっち向きましたみたいな感じに植えると、これがナチュラルっていうか、なるほどね、はい、感じになります。全体の形がこういう風にこの容器に対してこう山になるように植えたいので、はい、こういう形に植えたい、うんうん、こうやって植えたいですね。なるほど、だからこっち側のが低くなる、うんうん、こっち側のが低くなる。一日草はね、丁寧にね、やりたいんですよ。強いように見えて、うん、弱い場合があるので、うん、あまり私根鉢崩したくないね、一日草は。だから丁寧に扱います。これも前の方に、こちら足元の葉を取って、で、この間に泥を入れるんですね、うん、アルテルナンテラ、アルテルナンテラですね。あって今言いました。あって言ったのは、うん、切れたかなと思って、切れたかなと思ったけど大丈夫だ。そんなことなくて、そんなに、うん、あの綺麗ないですよね。大丈夫ですね。音はちょっと派手にしましたけど綺麗ないです。こちらの方がちょっと背がこれより背が高いので後ろに入れます。
後ろでチラチラこう赤いのが、ね、うん、超綺麗です、ね、あ、綺麗。先生の血液型当てていいですか。はい、O 型。なんで、なんでわかるの。正解正解誰大雑把だから心が大きいなと思って。待て待て待て寄せ植えに関しては、うん、すごい細かい、うん、細かいことを考えてはいるんですけど、うん、他のことはどうでもいいじゃんとか、うん、小さいやつだなって主人によく言ったりしますでもこれも別の。でこうやって比較してみて、うん、こちらの方がちょっと背が高いですから右手の方がね、はい、そうそうそう、はい、だからこれをこっちの方に入れたいなと思うんですけど、うん、でこれがこっちだったりするかな。で背の低い方を後ろに持っていくんですか、はい、というわけじゃなくて、これはこっちに向いてたので、うん、ここにやったらこういって、うんうん、ここが素敵になるかなと思って。背が高い低いだけじゃなかったんですね。そうそう、まあ、前からも多分見えるだろうっていう感じ、うん、ここのがやっぱりこれをここにちょっと入れて、これだね、これですかね、ですか、僕っすかだってここに入れてるから、うん、こっちにこう入れちゃうとこっちにいっぱい集まっちゃうし、赤、赤色が、ね、うん、なのでこうやってるとこっち半分にいっぱい集まっちゃうから、うんうん、こっちの方がいいのかな的な感じ、うん、4つ使わなくてもいいしね、3つでいいです ね、3つにしよう。こうやって横から植えてるじゃないですか、これ長ネギみたいですけど、うん、横から植えてるのわからないんですよ。わかんないね。なのであの私はよくこう離れて、うん、こっちから見て遠くから3メートルぐらい離れて見た方がいいですよってよく言うんですよ、うん、全然良くないな。これがこう入るからこう来るんですね。今ここまで来ました、はい、そうしてクランベリーをここにたっぷりしてです、これ何も入れないと、うん、恥ずかしいんです。私知ってるかな、ブルマみたいな、ブルマ、あギリギリわかりますブルマみたいに見えちゃうんです、私にとって。なのでやっぱりちょっと隠したいんですよね。なるべく隠した方が素敵だなっていうのがあって、うんうん、容器が見えすぎない方が素敵なバランスになる。でも確かに今ね当ててもらった時にクランベリーを、クランベリーは多分絶対、うん、やっぱ全然いいですね。でたっぷりしだれているこういうものクランベリーとかフリアメリカ人とかを入れた方がなんかこう落ち着く。赤い実とこの長いつるがとても可愛いですよね、うん、はい、たっぷり実がついてるものと前に実がついてるとかこの流れが綺麗、うん、この線が綺麗なものを選ぶといいですよね。なるほど、はい、同じものでもそれぞれ個性があるってことですね。世界に一つだけの花、はい、あー全然違うな、全然違う、本当にこれは色っぽさを感じますでしょ、うん、これがちょっとな、ここに花がないのがちょっと嫌なんですよ。だからそうでいい、今ね、はい、どういう状態かっていう、どういう状態か確かに気になる、はい、ジョン結構満杯な感じもするけれども、うんうん、まだこことか植えられそうな雰囲気、うん、これ植えられる雰囲気なんだ。そうなんですね。株分けしてこれはほら根とほんのちょっと土だけにできるじゃないですか、うんうんうん、なのでそして強いそういうふうにした状態にしても大丈夫なので、ここのほら隙間とかこういう隙間に、そう言われるとそうですね、全然入っちゃうのか、土も入るっていう状態。育てる園芸が大好きな方は、はい、うん、牛ジャンとか今ありますけど、うん、これでもちゃんと生育するし、うんうん、大きくなりすぎたら切ればいいし、うん、っていうスタンス、はい、で出来上がった時に最初から美しい、うん、っていうのを目標にやっていて、はい、それをキープするっていうのでいけばいいんじゃないかなと思ってます。下のものをこうやって何本かこう入ってるじゃない、うんうんうん、入っていて1本ずつにすることもできる。へー、今これ2本になる。あ、本当だ、はい、1本ずつにしてもあんまり長いこと長い時間ほっとけなければ、うん、で結構すぐに植えてあげれば大丈夫ですよ、うん、このくらいにしても、ね、丈夫ですもんね、つる性のように、はい、
ちょっといいですか、こっちから見ますね。うん、見てください。あ、右はダメですね。右はダメ。左だけこう垂れていて、うん、右は全然こう動きがないじゃないですか。なのでこっち側になんか垂れてほしいんです。だからこっち側もこうあった方が多分いい。ああ、なるほど。なんかバランス、バランスが大事、うん、何でもそうですよね。寄せ植えもハンギングバスケットも、うん、あのバランスが大事だなと思いますけど、これでどうですか。これで、あ、これでバランスが良くなる、うん、こっち側とこっち側のバランスが良くなって、中心に可愛い子が集まって、ここに視点が集まる、うん、っていう風にやりたいことが分かるハンギングバスケット、そんな感じで、はい、そんな感じです。この間にまずしっかりとこう土入れますよね。そうやって、うん、で入れるときに手がこう入ると位置が動いちゃうので、動いたら元に戻す、うん、こういうことをよくやってください。例えばこうやってこうで手、こうやって手をね、こうやって入れて、うん、こんな風にしてこう植えるとここ空いちゃうじゃないですか、うん、そしたら戻して、空きした位置を元に戻してください、はい。やっぱりね、土がいっぱい入ってると、うん、丈夫に育ちます。そりゃそうですよね、はい。この際まで土が入ってるので、はい、土がこぼれないように水苔をちょっと引いたりします。乾燥した水苔、こういうのを売ってますから、はいはいはい、30分くらいなのに浸して、うんうん、ふっくらさせていく、うん、ちょっとリースの時に使ったやつですね。そうですね。でそれをちょっとこう絞って、結構土がギリギリいっぱいまで入ってるので、はい、土が流れ出ないようにこの周りだけ、はい、取って、こんな感じですね。こっちにこうやってやって、結構ほらギリギリ土入ってますので、はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、素敵、出来上がりました。はい、今回はこの台でやりましたけど、うん、台がない方は、うん、例えばこういうところの上にパッとこう入れちゃって、あんまり動かないようにして、うん、そうやって植えてもらえます。あ、なるほどなるほど。はい、ということで今日は初心者でもできる、はい、お手軽ハンギングバスケット、お手軽ハンギングバスケットでした。今日はこの変化した品種を今たくさん園芸店に並んでますので、はい、あの好きな色味を選んでいただいて、同系色で選ぶ、うん、そして葉物もその同系色に合うようなものを選んでいただくといいです。そしてですね、あとはつる性のものたっぷりと仕上げさせる、そうすると出来上がったこっちから楽しい上に綺麗なハンギングバスケットができます。ちゃんと冬入りは1個です ね, ですね。前回の動画見てない方は見てみてください、はい、あと皆様ありがとうございます。おかげさまでチャンネル登録者数なんと1000人を超えました。やったありがとうございま す。これを機にですね、いろいろなことにチャレンジしていきたいと思いますので、もちろん土屋先生の寄せ植えお花選びなどなど引き続き続けていきますし、これからはお庭ですとか、あとうちならでは、うちにしかできないこと、企画が盛りだくさんで待ってますので、引き続き、視聴、チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。噛んだ。